きました。鈴木と申します。柏でのエンサイクロペディアで、リサーチオミックスっていうので、DB ケロっていうので、KERですね。っていうので、作らせて、いただいております。発想としましては、その多層ミックスデータを統合して、ゲノムに変異とか多形があったらその周りで何が起こっているんだ、エピゲノム、トランスクリプトムがどう変わっているんだということを明らかにしていってやろうというデータベースを作ろうということでやってありました。ただちょっと、なんか、いろいろ、こうあれもこれもって言って欲張りすぎているうちに複雑になってしまったので、ちょっと今年度はすごくシンプルにして、分かりやすく、データを出して、いくつかの、フォーカスして、分かりやすくしていこうということで注力、してきました。kerohgc.jp というところでアクセスしていただければというふうに思います。使い方、簡単にしたつもりですけれども、説明、ここに出せましたし、チュートリアルの動画もありますので、まあ、背景、どういうことを考えているかというのも含めて、見ていただければというふうに思います。それで、まず、特徴的なところとして、どこにフォーカスを置いていくかって、まあ、いろんな人とお話したんですけれども、多層ミックス、最近もうものすごい勢いで膨らんでまして、全部、ついていくとなかなかつらいということで、一つの切り口として、まあ、これだけじゃないですけれども、日本、この国の中で、出てきたデータとか、日本人に関するデータ、日本のものを、大切にしていこうっていうのを、まあ、特徴として、欧米だと埋もれてしまっているようなものを、しっかりフォーカスしていこうというようなことを少し考えて最近やって、ております。例えば日本人として日本人の正常のオミックスのデータっていうのが、IHEC、インターナショナルヒューマンエピジェノムコンソーシアムっていう ところで、取られております。で、それを例えば効率的に、検索できるようなシステムを、作りましょうということを、やって、きました。数は世界的にはそんなに見ても多くないですけれども、そうは言っても日本で、まあ、50件、日本人ですね、全部ね、50件体ぐらいで、こういう、マルチオミックスの、データっていうのが、取られて、ございます。それを、まあ、普通の、まあ、検索してみようということに、なります。それで、実際問題、今のことだけでもやってみようと思うとなかなか階層化していかなきゃいけなくて面倒くさくて、それはそもそも日本人のデータであってエピゲノムであってっていうようなことをやっていくところでなかなか複雑になるんですけれども、まあ、そうは言ってもこれくらいのものだっていうことをちょっとデモさせて、いただきますと、例えば、これがトップページなんですけれども、ここで、まあ、検索をゲノムのブラウザーで検索したいと、まあ、何でもいいと思うんですけども、私は例えば、PTP53 という遺伝子にこう興味が、ありますと。で、まあ、ゲノムのビューが見たいですと。で、P53 って実は結構スプライスバリアントがあって、なんか、ゲノム大きくなっちゃってるので、まあ、ちょっと縮小して、これがさっきの話なんですけれども、まあ、日本のポピュレーションのエピゲノムが見たくて、クリニカルサンプル、臨床検体で IHEC のデータが見たいと。まあ、何でもいいんですけど、まあ、例えば、トリメチルが見たくて、こう、何ですかね、ある検体11番、これ大腸ですけれども、大腸の2人、まあ、3人分にしましょうかね、が見たいっていうと、まあ、こういう形で出てきて、まあ、こういう形で P53 の、まあ、これがだからどうかって言われるとなんですけれども、日本人の標準のエピゲノムとしての、K4 のトリメチルが見えると、というような形に、なるわけで、あります。でまあ、書いちゃうとこういうふうに複雑になりますけれども、まあ、ちょっと見ていただければそんなに難しくない形で、できるのかな。ただ、日本人のゲノム、そうは言っても、いろいろ膨らんでますので、できるだけリファレンスのデータを取っていきたいということで、東大の徳永先生の、取りためておられましたアレイのデータだとか、最近ですと、NBDC の HITDB なんていうのも、あと東北メディカルメガバンクっていうのも、参考にしながら、ここからリンクを貼っていって、日本人にはその資金法にどれぐらいの丈があるんだっていうことを、リンクしていくと。ようなことを、発想を、しております。で、2つ例としまして、例えば基礎実験やられている方で、どういう培養細胞を使ったら、実験に使ったらいいのかっていうのが、なかなか時々問題になると思うんですけれども、じゃあこのオミックスデータ、このゲノムのデータがこうだっていう細胞を、入れましょうっていうような、発想を、していました。例えば肺腺がん、日本人で割と、よく起こっているがんですけれども、由来のオミックスデータが比較的、充実、しております。例えば半分ぐらいが日本人、半分ぐらいが、非日本人のこういう肺腺がんの培養細胞のデータに関しまして、まあ、あたうる限り全部のミックスのデータをこれ自前で取りましたけれども、こういうものを取りまして、先ほどと同じシステムで検索、できるということに、なります。でいわゆるドライバー変異 EGFR だとか KRAS だとかっていうのがこの細胞にはあるのかないのか、 P53 はこれ大体壊れてますけど、壊れてるのか壊れてないのか、で例えばクロマチンのリモデリングの遺伝子がおかしくなってるのかなってないのかっていうようなことが、こういうような状態を見てから自分の培養細胞のをじゃあ実験にどれを使っていこう、 AOMQ を使っていこうっていうようなことが、決めていけるという形になります。これゲノムですけれども、
トランスクリプトームエピゲノムのデータもさっきのように見ることができまして、まあ、全部出すのもちょっと難なので、それをなんかクラスタリングみたいなことをやりますと、例えばその培養細胞、これ全部培養細胞の名前ですけれども、どんなタイプの細胞核なのか、例えば上皮型なのか、メッセンカイマル型なのか、で、例えばそう、こういうケラチンとか TP63 とかが出ている細胞で、こういうようなクラスターを形成しているだとか、でそれは、マルチタイロシンカイネスインヒビターをかけるとどれぐらい効くのかとかっていうような状態をこうカタログ化していったのを見てもらってから、自分の細胞をどういう実験に使っていくのかっていうのを決めてもいいのかなということに、なります。で、最後の3点目なんですけれども、最近こうシングルセルだとかナノパワーのデータっていうのが、たくさん出てきていると。でも自分でやるにはちょっと抵抗があるっていうので、まずはどんなデータかダウンロードしてみて、で、自分でいじっていただいて、ブラウズしてみて、なんだったら自分で生データをいじってもらえるっていうようなことも、少し、想定しております。で、なんでこういう、ちなみに今ちょっと順番逆だったかもしれないですけど、なんでこういうことをやってるかっていうと、国内のデータ算成っていうのをやってまして、それがまあしっかりとこの、この国の中で再利用されていくっていうことを、宣伝しなさいって言われてるところでもあります。ちなみにちょっとここで宣伝ですけど、データ算成の方に関してはゲノム支援っていうアクティビティがありまして、それで、これもついでにまた宣伝なんですけど、ロングリードに関しては来週号 の, 日本人類伝学会の学会誌であります、ヒューマンジェネティクス。でこれ用途者からシングルセルゲノミクスが本日先行発売だそうですので、こういうようなものから出てくる、データを、どんな感じに出てくるかっていうのを見ていただきたいという形に、なります。これちょっと詳細はこの場ではないと思いますので、シングルセルいろんなプラットフォームだとか最近出てきつつあります、空間的な、シングル、オミクスのデータだとかでナノポアのロングリードだとかシンセティックロングリードだとかっていうのを、まずは、ここをちょっと割愛させていただきますけれども、もうちょっと複雑になるんですけど、これ検索するのは、ブラウズしてもらって T3 がどういうふうに、見えるのかっていうようなことがで、データベース上でも見れますし、ダウンロードポータルっていうのにも落ちているという形に、なります。ちょっとまだ今のシングルセルのデータポータル準備中でありますけれども、この辺に、出てきますので、それを、ダウンロードしてみていただいて、で、シングルセルの解析を、ちょっと自分でやってみてから結構効果ですので、それで実際自分で、科研費を使ってやるかどうかを、決めていただくという形になるかなというふうに、思います。で、データポータルも一番、もしかしたらインフォマティクスの人はいきなりここから入られるってデータ全部持ってってそれでいいっていうことでいいと思うんですけれども、その方たちに馴染みのあるように、エンコードだとか TCGA を模したような格好に、なってまして、一括のダウンロードが割と簡単にできるという格好に、なっています。で、ごちゃごちゃしましたけれども、初めての方には、割と丁寧にチュートリアルを、書きました。で、動画も、あります。で、その細かいところのシングルセルみたいなの使い方はこちらになりますけれども、まずはとりあえずここのファーストユーザーっていうところをクリックしてもらうか、そんなに難しくはないと思いますので、そのゲノムブラウザー先ほどのような形でクリックしてもらってちょっと遊んでもらうと、というようなことを やれば、日本人のじゃあ正常の、エピゲノムがどうなってるのか、培養細胞でどういうようなものがあって、自分の実験にはどういうのが適しているのか、で、これから新しめの技術を、どうやって取り込んでいくのかっていうのを、少しでも、選んでいくのの、お助けになればというふうに、思っております。これヘルプのページです。もし疑問点とか、フィードバックも、お待ちしております。データベースこういうふうに改良した方がいいんじゃないかっていう方は、ysuzuki@hgc.jp までメールいただければというふうに、思います。いろんなところで、皆さんと一緒に使って、いっていこうというふうに、思ってますので、ぜひフィードバックも、お待ちして、おります。最後までありがとうございました。私からは以上。